テトレーション。テトレーションとは、べき錠の次の4番目のハイパー演算である。つまり、自らのべき錠を指定された、回数反復する2個を演算である。超べきとも言うが、この語は、番目の一般のハイパー演算を総称するために、用いられることもある。第1から第4のハイパー演算は次の通り、最初の3つ、加算、乗算、べき錠は、正則な複素関数へと一般化できるが、テトレーションは正則な複素関数への一般化が確立できず、また、初等関数ともみなせない。テトレーションはを固定することに、初等機能的関数であるが、を変数とみなすと、初等的ではない。任意の正の実数及び、非不正数に対し、次のように、テトレーションを再帰的に定める。この定義から、明らかなように、べきの計算は右側、シスター表示における右上から行われる。これは、プログラミングにおける右結合に相当する。べきは、結合法則を満たさないため、計算の順序を変えると値が変わってしまう。テトレーションには、多数の表記が存在する。テトレーションに使われる表記の中には、ペンテーションやヘキセーションなど、より高次のハイパー演算の表記にも使用できるものも、いくつかある。上の表にある反復指数関数は一般に次のように定義されるものである。反復指数関数の表記のうちいくつかを以下に列挙する。以下の表では大部分の値が指数表記による表記すら困難なほど巨大であるため、それらの表記には底をとした反復指数関数を用いた。なお小数部を持つ値はすべて近似値である。任意の正の整数に対し、の微分は次のようになる。ここから以下の近似値が導かれる。同様に値を逆向きに求めていくことでが得られる。の値を複素平面上にプロットすると、点列は渦巻き上に極限値へと近づく。この値はの時と解釈できる。このようなテトレーションの列に関する研究は、オイラーの時代から続けられてきているものの、そのカオス的な振る舞いのために不明なところが多い。これまでに発表された研究のほとんどは無限反復指数関数の収束について焦点を当てたものである。現在の研究は高性能のコンピュータを用いたフラクタルと数式処理システムの出現に大きな恩を受けている。テトレーションについて分かっていることの多くは複素力学系の一般的な知識と指数写像の専門的な研究によるものである。ある範囲の底に対しては有限の値に収束するので、この範囲においてテトレーションは高さ無限大の場合へ拡張できる。例えばは収束して、その値はであるからであると言える。一般に無限反復指数関数フォーミュラ10は、が無限大に向かう時の極限として定義される。これがおよそからの範囲で収束することはオイラーによって示された。極限値が存在するとき、これは方程式、定義よりと以下続く。ただしこの微分可能性はあくまで区分的なものである。整数を境に微分係数が倍されるための場合を除いて整数において微分不可能となる。以下は値の計算例である。フーシュマンドはウルトラエクスポネンシャルファンクションという関数を導入した。これは、テトレーションの一次近似を表し、と表記される。は、次の定理によって一位に定められる。証明は、3番目から5番目の条件よりがで線形となることから従う。フーシュマンドは、さらに次のような一位性定理を導いた。証明は先とほぼ同様である。前科式より、フォーミュラ16となること。3番目の条件よりがで、線形となることから従う。定理よりに対し及びであって、かつで下に凸であるような関数は唯一のみである。が十分微分可能であるためにはで極値を持つ必要がある。微分可能性についての二次近似は次のように与えられる。これは任意のについて微分可能であるが2回微分可能でない。の時これは一次近似に等しくなる。三次近似及び後次への一般化は次のように与えられる。次の条件を満たす関数が1位に定まることが証明されている。この関数を渦に示す。また、底が E ではない場合についても、底がフォーミュラ18よりも大きい場合については、同様に証明されている。倍精度不動小数点数近似は、オンラインで公開されている。テトレーションを1位に定めるためには生息性の条件が重要となる。今、関数に対し関数を次のように構成する。ここでは十分早く減衰する実数列であり、少なくとも実軸の近くでを収束させるとする。この関数はと同様に最初の2つの条件を満たす。また、が十分早くに近づくときは正の実軸近傍で解析的となる。しかし、がすべてでない場合は新たに大量の特異点と不連続線を複素平面上に持つことになる。これは、が、巨軸に沿って指数関数的に増大するためである。これらの特異点は、が小さければ小さいほど実軸から離れていく他が生息であるためには、すべてのがとなる、すなわちであればよい。実解析上のテトレーションは、一位的に定まらないので、複素平面への拡張は一位性に必要である。べきは、べきねと対数の2つの逆関係を持つ。これに倣って、以下テトレーションの逆関係を、それぞれ超べきねと超対数と呼ぶ。超べきねは、テトレーションの底に関する逆関係である。超平方根和の逆であり、2つの等価な表記を持つ。この関数は次のようなランベルトの W 関数による表示を持つ。またこの関数により、べきねと対数の間の鏡絵的な関係が現れる。次の方程式和の時にまとなる。平方根と同様に、超平方根は一つとは限らない。ただし、平方根と異なり、超平方根の個数を決定するのは容易とは言えない。一般に、おの時は2つの正の超平方根を0と1の間に持ち、おの時は1より大きい1つの正の超平方根を持ち、の時は超平方根を実数の範囲で持たない。しかし上の式より、任意のは加算無限個の超平方根を複素数の範囲で持つことが従う。超平方根はネットワークのクラスタサイズを決定するのに使用される。任意の整数に対しては定義されの時増加となりを満たす。従っての時は存在する。しかし上述した一次近似を用いた場合、の時はによらずとなり、従ってこの場合は存在しない。超平方根の他次の超べきねも同様の記号を用いてと表すことができる。超べきねは高さが無限大の場合へと拡張することができ、これはの場合に限り問題なく定義される高さが無限大を参照。が存在する時が成り立つことから、無限次の超べきねは、初等関数によってと表すことができる。例えばとなる。超対数は、テトレーションの高さに関する逆関係である。テトレーションをに関して連続的に増加するものとして、定義すると、任意の実数に対し超対数が定義される。この関数は、以下の式を満たす。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。